はい、では今回から 3D のお話をしていきたいと思います。はい、今回使う 3D、僕は8使ってますけれども、バージョンは基本どれでも結構です。で、ベーシックの機能を対応していきます。で、そうですね、今でこそ 3D 結構そのビデオカードの能力が問われるぐらい負荷のかかるソフトになりましたが、まあ、昔みたいにね、こうペラペラな紙人形みたいな、ね、やつが動く時はまだまだ良かったんですけど、やっぱりこう 3D フィギュアになってからは、やっぱりこうマシン性能、ビデオカードですよね、ビデオカードの性能が問われるようになったので、ご苦労されてるんじゃないかなと思いますけれども、デスクトップ PC であればね、ビデオカード差し替えちゃえば、だけ変えちゃえばいいと思うんですけど、ノートの方はそうもいきませんし、なかなかこう使えるようで使えない方もいらっしゃると思うんですが、一応説明させていただきたいと思います。では早速いきます。まずこれがデフォルトの画面ですね。アメリカのフットボールの、フィールドがこのこと現れていますが、5ヤード8歩である、広大ですよね。こんな広いフィールドだったら何でもできるなっていう感じがしますけれども、まずファイルから新規ドリルで、ドリルのタイトル今だけちょっと適当にさせてください。で、カウント数は、ここはそうです。1曲分、ここにも注意書きがありますけれども、1曲ずつ僕は書かれた方がいいんじゃ、ミスというかエラーを避けるために、必要かなと思いますね。5、600ぐらい。中にはね、もっと長い、曲もあるかもわかんないですけども、一応その基本的には、わかりやすく、1章3曲構成と考えて、3曲分を、作られた方が僕はいいかなと思います。ドリルのタイトルは、学校名ですとか、章のタイトル、曲名、その他もろもろを書かれればいいかなと思います。で、今回見たいのは、テンプレですね。テンプレートの中身です。いろいろあって、使い勝手もいいんですよ。で、今年からパーカッションの大会も始まりましたし、カラーガードの大会も、カラーガードの大会は継続ですけど、これからね、また進んでいくでしょうし、この中のテンプレートがまた生きる時が来るんじゃないかなと、個人的には思ってます。で、この中のジャパンって書いてある、この3つ、ナショナルパークチャンピオンシップは埼玉スーパーアリーナです。パレードマーチングは大阪城ホールです。ステージのテンプレートは、劇場の大ホールをイメージしてください。で、それぞれ使えるんですけれども、なぜかこのパレードマーチングのテンプレだけは5メートル5歩になってます。多分これミスだと思うんですけど。で、ステージのテンプレートは合ってるんですよ。合ってるんですけど、1個のポイントの間隔が4.5っていう風に、要はイレギュラーな使い方をしてるじゃないですか。で、それを再現するために、ちょっとこう変わったやり方になってるんですよね。なので、ちょっとそこの説明をして、パレードマーチ、要は大阪城ホールの修正の仕方を、解説したいと思います。まずステージテンプレートを見てみます。で、 OK を押すとステージが現れるんですが、ステージが現れました。客席から見るとこんな感じですよね。もっと弾けば外に出ちゃいます。すんごいところに立ってますね。で、ここ今晴天ですけど、これを夜にナイターにすることももちろん可能です。で、このステージなんですけれども、ここのメインの、作業画面見ると、12345678123456789なんですよ。1つのブロックが9歩の設定になってるんですね。で、これなぜかと言いますと、理由があって、まずユーティリティの中のグリッドデザインで、この設定、要はこう、この何て言うんですかね、フィールドの
設定をする画面なんですけれども、このですね上に0、4.59 ってありますよね。この要は、ルールに従って 4.5 を確保するためにあえてこう9にする必要があったんですね。だったらこう9って入れれば 4.5 って入れればいいじゃんって話なんですけど、ただ残念ながら今の 3D はここ今6歩、各3メーターという設定になってるんですけど、これ小数点以下って入れられない設定なんですよ。1,2,3,4,5 っていう整数でしか入れられなくて、これ例えばじゃあ 4.5 って入れて次に回してもこう弾かれちゃうんですね。はい、入れられないんですよ。でもここの9は守りたいと、なので3にして、でそれをちゃんとこう 0.5 で割り切る、ここをちゃんとこうぴったりはめるために6になってる。でこれを例えば8とかにすると割り切れないじゃないですか。で割り切れない分、この一番薄い線、これステップグリッドっていうんですけど、このステップグリッドがちょっとずつずれるんですよ。なので9メーターを確保しつつステップグリッドをちゃんとこう割り切って入れるためには3メーターを6って入れて、一歩が 0.5 かにしてやらなきゃいけなかったって、これ苦肉の策なんですよね。だからもうこれはこれで仕方がない。このまま使ってももちろん構わないですよ。メーター的には正しいわけですから。ただどうしても僕みたいにこうやっぱここは八方じゃないとなんか書きにくいっていう人も中にいると思うんですよね。僕はその口なんですよ。いや別にこうね、ワンブロック4人で必ず立ってるわけじゃないですよ。1,3,5,7で立ってるわけじゃないけど、ただやっぱりなんかすっきりしないし、なんかちょっとやりにくいんですよ。調子が狂うので、僕はあえてこれテンプレート用意してもらってますけど、まあ5メートル8歩に変えちゃいます。5メートル8歩に作り直して使ってます。で5メートル8歩にするのは結構簡単で、ここは分かりやすいですね。6歩なのを8に変えます。で3メーターを5に変えます。はい、そうするとこの辺少し変わったの分かりましたか。この5メーターというふうにやるといつもの5メートル8分の方向に変わってくれます。であとはこのポイント、あとはこの大枠ですよね、外枠を変えるだけ。はい、5メーターに変えちゃったので、はい、半径は10メーターに変わります。上下同じですね。でここのポイント系も、はい、ここで少しずつずらしていって、はい、正しい位置に、まあ、正しい位置とか修正した位置に、はい、していきます。はい、これで、いつも使っている見慣れた5メートル8歩の、半径が10メーターの四角が出来上がりました。ただでも実際ステージマーチングは、4.5 メーター、ルール上は 4.5 メーターですから、そこは変わらないので、この10とかってちょっと誤解を招く、分かりにくかったりしますよね。なのでここはあえて表示を消します。この長い今赤に変わってるメジャーラインっていうやつなんですけど、これをダブルクリックすると、はい、これは消えます。どこでも同じです。横も消しましょう。はい、っていうふうに非表示にして僕はこれで使ってます。ここに書いてあるんですけどね、はい、ダブルクリックするとグリッドの数値を非表示にできると。なのでもう一回ダブルクリックすれば現れてくれるので、必要な時で使い分けてください。でこの状態で OK で押すと5メートル8歩幅に変わってくれます。まあメーターは5なんですよ。ただ 1つのブロックが 4.5 メーターですから、ここは例えばテキストツールとか使って、ここまでは9メーターだよ、ドセンターから9メーターだよっていうふうに書いておけば、まあ
迷うこともないだろうし、うん、まあ間違えるというか変に混乱することもないかなと思います。まあもちろん若干メーターはね遠くなってますから歩幅がちょ若干大きくなるというのはあるかもわかんないですけど、まあそんなんねやってる方は分かりやしませんから、うん、まあこのまま書けばいいんじゃないかなと僕は思っています。でこうやってやった時に一つだけ注意がありまして、今こうやって見えてるこの 3D のビューは、はい、これですね、ここにサーフェイスの表示非表示ってあるんですけど、この見えてるこのカバーみたいなのあるじゃないですか、これがサーフェイスなんですね。まあこれを例えばバスケのコートだったりとかサッカー場とかっていうふうに変えられることもできるんですけど、今はこうやって正方形の、まあ、日本のルールに従った形になってるんですが、これはですね今この状態は、半径が9メーター18メーターの、四角の中に、適用された形なんですね、うん、ここ見てほしいんですけどちょっと余ってるじゃないですか、うん、なのでこれは今のところ一辺が18メーターの、上に切れに乗ってますっていう状況なんですよ。ただこれ僕変えて20メーターに変えちゃったので、これでは例えばここのポイントに人を乗せるとここに立っちゃうんですね。ここではなくここに立っちゃうので、これだと使えないじゃないですか。なので何か変えた場合、メーターだったりその一歩一歩のステップグリッドの設定を変えた場合は必ずこのサーフェイス非表示っていうのを1回押してください。はい、そうするとちょっと分かりにくいかな。でもここにこのラインがこの 3D の壁ではまあセクニットカーテンかなというふうになると思うんですけど、ここにかぶってるじゃないですか。要は 20m があるので、うん、その部分かぶるんですよ。もう一回押すとこの今作業をしてる画面と同じ枠が出てきます。でさらにもう一回押すと、はい、またさっきのサーフェイスが出てきて、今度は一辺半径が 20m の枠の上にポイントがなってる絵に変わってくれます。これで修正されました。はい、なのでさっきやった隙間が埋まってしまってぴったりになっちゃうんですけれども、一応これでこのエンドラインに人が立ってもちゃんとこのエンドラインのポイントの上に人が来てくれるようになります。はい、これちょっとした豆知識なので覚えておくといいと思います。はい、っていうやり方を覚えておいていただいて、ここは一回保存せずにもう一度ファイル新規で保存しないで、今度は大阪城の方を見たいと思います。で今回も、まあ、適当に入れてあらかじめ新規 でここは後で適当に入れましょう。でテンプレートの中のジャパンパレードマーチングっていうのを選択して OK というふうにします。そうするとここに大阪城ホールの絵が現れました。はい、なのでパレードコンテストのコンテを書かれる、ライターさんはこれを選ぶといいと思うんですけれども、ただこれデフォルトだと 1,2,3,4,5 と5歩なんですよ。5メートル5歩なんですよね。多分これミスというか日本語化するときにミスっちゃったのか、もしくは昔こういうね何か5歩で歩きましょうみたいなのがあったのか、僕聞いたことないけど、あったのかな、わかんないですけどね。まあ多分ミスだと思うんですけど、まあこういう風になっているのでこれは直す必要があります。はい、ユーティリティのグリッドデザイン、さっき見たここですよね、はい、5歩5メーターってなってますから、これを8歩の5メーター8歩の5メーターっていう風にするだけです。そうするといつも通りの、横縦が、30メーター30メーターのフィールドに変わってくれます。はい、でこのまま OK を押しましょう。はい、そうすればいつも通り作業ができるんですけれども、一応ここも念のためサーフェイスをこうやって一回押してもらって変えてください。そうすると、必ずこの
大きなブロックの上にこの大きなサーフェスがちゃんとかぶさってくれるようになります。はい、これで、一応このフィールドの設定の仕方の説明は以上です。埼玉スーパーアリーナの方が正常に、使えますので、そこは心配なさらずにそのままお使いください。では実際にドリルを描いていくのは埼玉スーパーアリーナの絵を使っていきたいなと思いますので、ファイルから新規ドリル保存せずに、ドリルのタイトルは曲名だったりバンド名だったり、まあここはお好みで、ただ一つだけここは日本語入れられません。英語だけです。日本語へ入れると文字化けするのでここは気をつけてください。まあ、はい、適当にこうしましょう。で入れて、で、まあ、カウント数はじゃあ600とします。で新規ドリルですね。でテンプレートはジャパンナショナルチャンピオンシップとして OK を押します。はい、そうすると、はい、埼玉スーパーアリーナの、はい、広大なフィールドが見えてきました。はい、ここは屋根ないですね。あ、ここにあると出てくるのか。はい、結構リアリティのある絵だと思います。でこのままこう一度引いてもらって、まあ、審査員席から見た感じをなんとなくイメージしてみてください。おそらくこんなもんかなと思います。協会のねホームページ行くと写真が、審査員席から見たらこんな風に見えますよみたいな写真が、掲載されてるので、それ参考になされるといいと思います。あ、でバンドさんによってはここの一辺が40メーター使われるところもあると思うんですよ。なのでそういう場合はグリッドデザイン使っていただいて、まあ、縦はね、まあ、縦はそのピットゾーン 2.5 とか、ぐらいまで引っ張ってもいいのかなと思うんですけど、一応そのここまでは使うっていうところまで新たに引っ張ってくるといいと思います。ここを動かしてもいいんですけど、1,2,3,4,5,6,7,8、こんな感じで、こちらか、1,2,3,4,5,6,7,8、そうですね。でこういう風にしておいて、ここまでは使うよっていうのが分かれば、ちょっと生徒さんも少し分かりやすくなるんじゃないかなっていう気がしますね。でもし必要があればここをギュッて伸ばしてもいいとは思うんですけれども、こんな感じでしょうか。ただこれをやってしまうとですね、ちょっとごめんなさい、これだけ直させてください。しました。で OK を押します。でこれでやってしまうと一辺が、まあ、半径が 1,2,3,4 ちょっとしますね。はい、で一辺が 1,2,3,4 つになるじゃないですか。でこれだとここがないと、1,2,3 こっちがないと、で気になってこれまた一周しちゃうとこれでかくなっちゃうんですよ。ではこの A そのものは A は変わらないわ、こう拡大されちゃうので正確じゃなくなるんですよね。だからこういう場合はあえてこの状態で使うか、もしくはちょっとごめんなさい、前後してまた戻っちゃいますけど、ここをこうして、使われるかどちらかかなというふうに思います。まあ、どっちが悪いってわけではないので、こんな感じですね。何が悪いってわけじゃないので、
まあ、これでも別に分かるよって思う方もいらっしゃると思うんですよ。まあ、要はここのはみ出た部分が分かればいいと思うので、ただ個人的に横幅 40m 使われる団体さんはあえてこういう表示のこの表示を生かしたまま、はい、このはみ出た部分だけ、こう設定されるといいかなというふうに思います。今回はさすがにここまで使わないので、ここはこの両端を消させてください。はい、これですね。このここの部分、この赤い枠の部分を伸ばさなければさっきのサーフェイス、絵ですよね、 3D の絵も変わることはありません。ここは反映されないです。これを十分戻してもらって、でもこれ必要なくなりました、これも使えません。そしたら枠外に持ってってください。そうすれば消えます。どちらでも大丈夫です。枠外に持っていくと消えます。この状態で OK と押していただければ元の形に戻れました。これで通常通り使っていただくことができます。